今日は笑顔つなぐ愛媛国体の県外開催競技についてお知らせいたします。こちらには県外開催競技を担当される実行委員の皆さんにお越しいただきました。それでは皆さん自己紹介をどうぞ。笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会実行委員会事務局で馬術競技を担当する山内です。同じく丸山です。よろしくお願いします。お願いします。水泳の飛び込み競技を担当します木村です。よろしくお願いします。お願いします。カヌーのスラロームワイルドウォーターを担当する武田です。同じく二宮です。よろしくお願いします。お願いします。グリーン射撃を担当する高橋です。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速県外開催競技について教えてください。はい、2年後に開催される笑顔つなぐ愛媛国体では正式競技及び特別競技38競技のうち馬術、水泳の飛び込み、カヌーのスラロームとワイルドウォーター、クレー射撃の4競技を県外で開催します。県内で基準を満たす会場がないことから県外の施設を利用して開催します。なるほど。それでは2年後はそれぞれの開催地で愛媛国体を体感できるということなんですね。それぞれの競技がどこで行われるのか教えてください。はい、馬術競技は兵庫県三木市の三木ホースランドパークで開催します。馬術は馬場馬術と障害比率の2種目が行われます。馬場馬術は馬の歩き方や走り方の正確性や優美さ、リズムなどを競う競技です。前進や後退、斜めや円形の動きなど様々な形で馬を進めて調教レベルと騎手の技量を競います。障害比率は様々な障害物を飛び越していくダイナミックな動きが見どころの競技です。馬術は国体競技の中で唯一動物と人が一緒になった競技です。人と馬が一体となった美しい演技や迫力のあるジャンプなど見どころ満載の競技です。水泳の飛び込みは高知県高知市の高知県立春の総合運動公園水泳場で開催します。水泳の飛び込みは水泳競技の一種目で勝負が決死するまでの時間が最も短い競技であり、わずか2秒弱の短い間に高度な技を競う採点競技です。水しぶきを上げない入水をノースプラッシュと呼び高い得点につながります。固定された台から飛び込む高飛び込みと弾力を持つ飛び板を利用した飛び板飛び込みがあり、ダイナミックかつスピーディーな動きを間近で体感できます。はい、ありがとうございます。はい、カヌーのスラロームワイルドウォーターは高知県本山町の慈恵カヌー競技場で開催します。この競技は変化に富んだ流れのある川で行います。スラロームは流れの上流からもしくは逆に下流から吊るされたゲートを通過する技術とスタート地点からゴールまでにかかった所要時間の両方を競います。一定ずつスタートしゲートに接触したか通過しなかったゲートがあるか否かによる減点ポイントと所要時間が計算され順位が争われます。ワイルドウォーターは河川の激流を下り所要時間を競う種目です。障害物となる岩や流れを読む力が求められます。どちらも自然と一体となって挑む大変魅力的な競技です。クレー射撃は高知県芸西村の弥勒高知射撃場で開催します。この競技はクレー標的と呼ばれる円盤を空中に飛ばしてこれを散弾銃で射撃し命中数によって順位を競います。トラップ射撃とスキート射撃の2種目があり、トラップ射撃では標的が選手の前方から後方に向けて左、中央、右方向へ、スキート射撃では標的が選手の左右から交互または同時に飛び出します。秒速22から30メートルで飛ぶ標的を秒速300メートル以上の散弾で撃つため瞬間の判断力と動作が要求され、見ている方も標的に命中した時の爽快感を味わうことができる競技です。どの競技もとっても魅力的ですよね。愛媛県内の方だけでなく開催地の皆さんにもたくさん応援に来てほしいですよね。はい、ぜひ会場にお越しいただき国内トップレベルの競技を観戦できる愛媛国体を楽しんでいただきたいと思います。また愛媛国体らしい愛媛ならではの特産品やおもてなしを来場の皆様に楽しんでもらえたらと思いますので準備をこれからしてまいります。どうぞよろしくお願いします。私もとっても楽しみにしています。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。